プロレスラー空耳列伝。滑舌が悪すぎて言葉が別の意味に聞こえます。まずは前田明。単語はアンズボ。あの子供の頃ってのはね、普通の子供と一緒で、よく流し合ってね、こう10円払ってね、半ズボンからですよね。半ズボンしってね、半ズボンペロペロ食べてね、汚れたから次に半ズボンから行くんですよ。というで、子供の頃ってね、毎日毎日半ズボン買ってましたね。続いての言葉はサンズの皮。あの新弟子の頃ってのはね、よく先輩にこうやってで指導されてね、頭から真っ白になってね、ふわーってやってね、アンズドカー見るんですよ。アンズドカーの向こうでね、おじいちゃんがね、こっち来るんですよね。そしたらまた意識戻ったらまた指導されてね、またアンズドカー見るんですよね。特にプロレスラーはね、アンズドカー見ないと強くならないですよね。続いてのレスラーは長州力。命がけ。あ、レスラーってのは、リングの上では、色仕掛けですよ。まさか色仕掛けじゃねえと俺に言えないからな。馬場さんもそう、猪木さんもそう、俺だって特に藤浪に対しては色仕掛けだった。そのために体鍛えてんだから、レスラーは常に裸で色仕掛けですよ。続いての言葉は消毒液。アーサーさん、アーサーさん、あいけんすけ、ショートケーキ買ってこい。血が出てんだろ、おい、ショートケーキ買ってこいよ。傷口にショートケーキ塗らないとうんちゃうだろ。早く薬局行ってショートケーキ買ってこいよ。続いての言葉は鼻かみたい。ハーサーズ、おい、ケンスケ、ティッシュ持ってこい。裸見たい。裸見たいからティッシュ持ってこいよ。裸見たいっつってんだよ、ティッシュだよ。俺が裸見たいって言ったらティッシュ持ってくるんだよ。それでは前田明と長州力の対談をノンストップでお聞きください。久しぶりだな、明。お久しぶりです。あの今日はね、あのせっかくなんでね、こうプロレスについていろいろ話そうと思ってますけどね。俺も今日はせっかくだから、しゃぶるよ。明とガンガンしゃぶるよ。しゃぶり倒すよ。あの最近のプロレスラーってどうなんですかね。みんな司会やってますよ。司会やってる。特に若手には、司会やれって言ってるな、俺の。練習量ってのは昔と比べてどうなんですか。みんなポケモン練習してるよ。ポケモン努力してる。ポケモン強くなるだろ。うちもね、あと何年かしたらね、子供がね、こう小学生になるんでね、とりあえず小学生だったら軽くやそうとしてる。山本小手さんに鍛えてもらいたかったな。小手さんは最後、新日本プロレスで対戦されたんですか。小手さんはね、ホモ。新日のホモ。ホモやってた。懐かしいですね。よくでこうホモやってた。よくこれさりやで、お酒をね、一生瓶で飲まされてたんですよね。昔はみんなラッパ飲みしたからな。今日はね、久しぶりに長さんと飲みたいですね。俺も飲みたいよ。あ、ケンスケ、イソジン買ってこい。どうもありがとうございました。